皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。t o k o 松岡正宏がパーソナリティを務めるラジオ。松岡正宏の彩り先先端。ファイ5 12月24日の放送では、著書、慣れの果て、講談社が、第170回直木賞、候補にノミネートされたニュース、加藤茂明について語る場面があった。 2012年1月に、ピンクとグレー角川、で作家デビューを果たし、アイドル業の傍ら、小説家としても活動中の加藤。20年11月発売の長編青春小説、オルタネート、新庁舎でも、第164回直木賞、の候補に選ばれ、今回は社会派ミステリー、慣れの果て、 で二度目のノミネートを果たした。そんな加藤は12月14日、自身の公式インスタグラムアカウントで今回のノミネートを記念したライブ配信を実施。松岡から祝福のラインが届いたことを明かしていたため、この日のラジオには加藤ファンから、加藤くんと松岡くんが連絡先を交換していることに少しびっくりしたのですが、どういう行きで連絡先を交換したんで、 この質問に松岡は、しげは前からもちろん知ってますし、あったらちょこちょこ話もしてました、と前置きしながら、今年行われた食事会にて連絡先を交換したと告白。その場には嵐、桜井翔やカトゥーン中丸雄一、ウエスト、小滝のぞ村もいたそうで、食事をしながらいろんな話をしていたという。松岡は桜井や中丸、 小滝の連絡先は知っていたため、以前やりとりしたことを話していた中、そしたらシゲが、あれ僕知らないっすね、みたいなことになって、あ、そっか、知らないか。じゃあ連絡してよ、つって連絡を交換、したといきさつを説明した。また、直木賞にノミネートされたことはニュースで目にしたといい。二回目なのね、あいつ。 すごいね、と加藤を称賛。食事会の時も、加藤から小説の作風や、どういう風に物事を捉えて文に起こすのか、などの話を聞いていたとのこと。木も、加藤から小説の作風や、どういう風に物事を捉えて文に起こすのか、などの話を聞いていたとのこと。首いボはこんにゃく、で簡単に取れる。 自宅で1分伊藤家の裏技に業界激震、スポンソードナノポロン。伊藤家の裏技、冷蔵庫のあれ、を塗ったらほぼ全員のシミがまさかの一発。PR。愛犬の茶色い歯は放置しないで、獣医推奨10秒裏技が話題 PR。日本人のほとんどが知らない、冷蔵庫のあれ、を変えたらおばさん感がみるみる。PR。 まあほら、俺たちにはない世界を持っている人間だから、中略、食事しながらお酒飲みながらさ、シゲの話を聞いてるとさ、勉強になるんだ。やっぱり、ああそういうことがあるんだな、なんつって。その捉え方はやっぱり俺たちにはないなっていう。お前は分子だね、みたいな話をしてて、と、具体的な内容を振り返った。 そんなこともあり、松岡は今回のノミネートに、おお、と感激し、LINE を送ったとか、すげえなー、おめでとうさん、つって、嬉しいニュースにほっこりしたぞ、みたいな、と、送信内容についても明かし、加藤からもお礼のメッセージが来たと明かした。松岡はさらに、まあどうなるかわからないけど、ノミネートされることだけですごいことだからね。 直木賞を取れたらもちろん素晴らしいことだけど、取れなくたってノミネートされてるってことは、これはもう胸張っていいわけですからね、と熱弁。人それぞれいろんな才能がある中で、ニュース、加藤茂明という人間は、その才能をもってフルに発揮して。で、若い人でもね、読めるものを作るからね、と、改めて加藤の偉業を称えたのだった。 そして最後に、あいつ面白いんだけど、直木賞取ったらなんかくださいよ、って言われたから、やる、って送っといた、と笑いながら明かし、しげがなんか取った時にはこのラジオでお祝いしましょう、と話を締めくくったのだった。このトークを受け、ネット上では、松岡くんからしげちゃんのお話聞けるの嬉しい。松岡くんに褒めてもらえてしげも嬉しかっただろうな。 直木賞受賞してほしいね。しょうけいさん、しょうくん、なかまるくん、しげちゃん、こたきくんの食事あって豪華だなぁ、といった反響が寄せられていた。どこで思いますかコメントセクションをチェックして、次のビデオを見てください。